皆様お待たせいたしました、おはようございます。おはようございます。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。司会進行を務めさせていただきます水野修造株式会社営業企画部の玉那覇と申します。よろしくお願いいたします。はい、では続きまして、代表挨拶に移らせていただきます。水野修造代表取締役玉那覇にご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。失礼しました。皆様こんにちは。水野酒造の玉那覇と申します。本日は台風明けの、発表会の発表会にこのような皆さんをたくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。弊社は175年の歴史の中で先人から受け継がれてきたフロンティアスピリッツ、人、自然、微生物と共生しながら、沖縄だからこそ、水野酒造だからこそできる酒造りに積極的にチャレンジしてまいりました。その中で本県の基幹作物であるサトウキビ、そのサトウキビからできる伝統に、黒糖に今一度目を向けたワンダムプロジェクトを本日お越しの沖縄県農業協同組合の皆様、またご参加 の, 皆様方のご協力のもと2020年11月より本格始動しています。2021年7月にリリースした伊平屋島の黒糖を使用した伊平屋アイランドダムを皮切りに与那国島、波照間島、阿国島、小浜島、多良間島、西表島、伊江島と離島八島で作られる黒糖を島の魅力とともに学び、8種類のラムを限定商品としてリリースしてまいりました。お酒だけではなくラベルデザインから八島それぞれプレゼンテーションできるように開発した本シリーズはおかげさまで大変好評をいただき、さらなる生産を望むお声もいただいております。さて本日リリースするザ・沖縄アイランズラムはこれらのワンラムの取り組みの集大成であり始まりでもあります。定番商品として位置づけていきたいと思います。八島の黒糖について一つ一つ向き合いました。ワンダムチームだからこそ開発できる商品です。黒糖伝来400年の記念すべき年に発売を迎える本商品は県内のみならず国内外の多くの皆様に手に取って体験していただくことで沖縄のサトウキビ、黒糖、そして島々の魅力を知っていただくきっかけになるものと自負しております。サトウキビが沖縄にはなくてはならないものになりますように、小さな酒造所ではございますが今後も全力で取り組んでまいります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。では続きまして本商品の概要について株式会社開発室長中津と、ご説明いたします。よろしくお願いします。はい、ただいまご紹介しました私水穂酒造にて、製造担当しております中里と申します。本商品ザ・沖縄アイランズラムはワンラムプロジェクトという取り組みからリリースされました初の定番商品となっております。これまで今代表からもありました通りですね、約2年かけて離島八島の黒糖から8種類のラムを作るというシリーズを展開してまいりましたが、生産地一島ずつ黒糖一つ一つに向き合うことで本商品を作ることができました。改めてプロジェクトの経緯も含めましてご説明させていただきます。何度かご参加いただいた方にはですね、繰り返しの内容にもなりますが今一度お寄せください。それではモニターの方をご覧ください。
まずイントロダクションとして弊社みずほ酒造について簡単にご紹介させていただきます。弊社は創業1848年、沖縄県の中で2番目に古い老舗企業となっております。戦時中陸軍省の要請を受けて青森の製造をビルマ現ミャンマーの地で成功させました。4代目の実績や1998年創業されました台湾工場の設立など紆余曲折ありながらも歴史を刻んでまいりました。弊社みずほ酒造の175年の歴史はチャレンジの奇跡です。長い歴史において縁をつなぎ文化を作ってまいりました。先人たちのさまざまな取り組みやフロンティアスピリットあふれる企業風土として色濃く残っておりまして、自由な発想を持って酒造りに挑む姿勢は脈々と私たち今の世代にも引き継がれております。人とのつながり、自然微生物との共生を大切にしまして、柔軟な価値観、独創的な発想を持って酒造りに挑んでおります。そして今から5年前、創業170年を迎えました2018年より新たなチャレンジとして沖縄の素材を生かしたクラフトジンの開発を着手し、そして2020年からは本家のサトウキビにフォーカスしたワンラムプロジェクトなど養酒事業へ本格参入、本県だからこそできる世界に通するようなものづくりに積極的にチャレンジしております。この取り組みがようやく2021年大きな成果として現れました。さまざまなジャンルの酒造りに妥協せずにチャレンジしてまいりました結果、世界で最も権威があると言われておりますイギリス・ロンドンのコンペティションアイダレッシーにて3商品がゴールドを受賞、世界初の3部門を含む8アイテム賞をいただくことができました。そして翌年アラムを含む4部門11アイテムを受賞しております。さてここ数年弊社が特に大事にしている考え方がございます。こちらは古代ギリシャの哲学者アリストテレスの考え方です。あなたの才能と世界の情が交わるところにあなたの目指すべき目的が存在する、この普遍的ともいえる考え方はそのまま企業活動に置き換えることができるとされております。つまりは世界が、日本が、沖縄が困っている課題やニーズを弊社みずほ酒造のできること、強みを持って解決していくことが弊社の存在価値、目指すべき姿、使命と言えます。創業200年に向けて今弊社のアクション、商品開発などではこの考え方が重要なベースとなっております。それではなぜ弊社が、ラムの開発を、手掛ける、必要があったのか。ここ数年にかけて世界的にクラフトラムの市場というものは急速に拡大すると、言われておりまして、コロナ禍を挟みながらも年、5.2% の平均成長率で、拡大すると言われております。しかし特に国内は外国産ラムによる寡占状態というものが続いておりまして、本県商品含めて国産ラムで一般流通しているという商品はほとんどございません。このままではさらに輸入が増え市場が奪われていくことが予想されます。実際当時弊社には数十件もの開発のラムの開発の依頼というものが来ておりました。次にラムの原料でありますサトウキビの課題に目を向けていくと、深刻な状態にあることが分かりました。農業従事者の高齢化や近年の人工甘味料等の、出現などで、平成に入っては砂糖の需要というものが 28% も減っているという現状がございました。さらに深刻なのは、黒糖の問題でして、ワンラム発足当時年間で 2,000〜3,000トンもの、在庫というものが発生しておりました。ご存知の通り本県では小さな離島八島で黒糖が製造されております。言い換えますと石垣島や宮古島のような比較的大きな離島や沖縄本島のサトウキビは黒糖にはならず、ほぼ全て白糖の原料になっております。それではここで簡単に一般的な砂糖と黒糖の作り方の違いというものをご紹介できればと思います。原料は同じサトウキビです。まず収穫したサトウキビを圧搾、絞っていきましたと、ジュースにしていきます。でそのジュースの水分を飛ばして、濃縮していきまして、ここまでは、黒糖も、その砂糖も、同じ、工程となっております。
ただこの濃縮された状態から砂糖の場合は結晶化工程というものを経まして、いわゆる砂糖とその他成分、この場合海糖蜜とも呼ばれたりいたしますが、その砂糖とその他成分に分けていきます。ただし黒糖はそのような工程を経ることはなく、そのまま濃縮して固めていったものとなりまして、サトウキビ由来のさまざまな成分が含まれているというのが大きな特徴です。現在工場規模で生産されているというのは世界的にも珍しく、そして今年は皆さんご存知の通り製法が沖縄に伝わり400年の歴史を誇る、まさに本家の伝統的な一品と言えるかと思います。このように歴史ある黒糖産業ですが、現在は業界を挙げた販促活動により改善傾向にありますものの、ワンダムの発足の当時ですね、黒糖厳しい状況というものに置かれておりました。こちら2021年6月の、琉球新報様の記事引用させてもらっておりますが、在庫は過去最多の1万6千トン、金額ベースにして37億円相当にまで達しておりました。豊作が続き、需要に対してただでさえ供給過多となります中で、コロナという、お土産品としてのですね、需要が格段に落ちまして、黒糖は当時本当に、深刻な状況にございました。こちらですね、年始に行ってまいりました繁忙期の伊江島の製糖工場の動画となっております。このようにサトウキビの剪定では、今の人の手で丁寧に選別されておりまして、かつての繁忙期に至っては30人で1サイクル、1日60人体制の24時間、フル稼働で黒糖というものは製造されておりました。このようにですね、沖縄では黒糖というものは雇用を生み、重要な産業を支えておりました。例えば、波照間島に至っては人口は500人にも満たない小さな島と言えるかと思いますが、そこで年間2000トンもの黒糖というものが製造されております。離島産業にはなくてはならない黒糖ですが、8工場それぞれ、私、代表と一緒に回らせてもらいましたときに、その厳しい状況というものを目の当たりにしておりました。この黒糖、サトウキビ産業を抱える課題を肌で感じ、何かアクションを起こすことができないか、日々自問自答するようになります。冒頭の通り、弊社、みずほ酒造はですね、沖縄の素材を生かしたグローバルなものづくりに、積極的に挑んでまいりました。先ほど申し上げた通り、ここ数年その成果が現れまして、世界的コンペティションで受賞するなど、世界基準のスキルというものを蓄積することができております。また自社開発の微生物研究者やトップバーテンダーの皆様、黒糖職人との強固な連携体制もございました。このような会社はおそらく世界中で弊社しかございません。つまり、このようなラムの世界的なニーズ、そしてですね、特に沖縄のサトウキビ、黒糖の課題を、自社の強み、弊社ができることをもって解決しようとしたときに生まれました、使命が、サトウキビで沖縄をもっと元気にすること、ひいては沖縄の離島農業を支える持続可能かつ高付加価値な新規ラムの開発というテーマに至りました。そのために発足したプロジェクトがワンラムになります。単なる商品開発ではなく、農業から始まる持続可能なものづくり、価値づくりを構築していくこと、世界へ届けるラムづくりを通して、沖縄のサトウキビ、黒糖の価値というものを再構築いたしまして、未来へつないでいくこと、本日お越しの皆様を中心に各分野のプロフェッショナルな皆様にご協力をいただきまして、この半永久的な活動をワンラムと名付けて、この場所で2020年11月本格始動しております。それではここからワンラムについてと本日リリースする商品について詳細ご説明いたします。まずラムはジン・ウォッカ・テキーラと並びまして世界4大スピリッツと言われておりまして、ラムコークやモヒートといったカクテルで有名です。世界中で愛され、市民権を得たお酒として、その地位を確立しておりますが、また、ラムの主要な産地は、キューバやプエルトリコといったカリブ海周辺となっておりまして、これら、産地と同等の緯度に属するなど、沖縄は類似した、特徴というものが多々ございます。その筆頭が豊富なサトウキビの存在でして、つまり沖縄はラムの聖地になり得る地理的優位性というものがございます。ではラムとはどういうお酒か、
ラムはサトウキビ、そのサトウキビの中でも中間加工品を原料とする蒸留酒という形で定義されております。その一方で世界中の9割以上は、先ほどですね、砂糖を生成する際の、砂糖と黒糖作り方の図をご紹介させてもらいましたが、この砂糖、白い砂糖を作った後の、残り物である配糖蜜、いわゆるモラセスと呼ばれる原料から生産されております。モラセスは非常に安価でコスト面での優位性というものはございますが、あくまで砂糖を作る際の副産物でありまして、ワンラムでは今のところ使用しておりません。ワンラムは最も希少性が高いサトウキビ重視から作る農業ラム、いわゆるアグリコールラムに関するアプローチと、本日のメインであります黒糖に着目いたしました。サトウキビおよび黒糖という原料に着目し、原料が生まれる地域、土壌を学びながら、こちらのように3シリーズで展開しております。先にリリースしておりましたシングルアイランドシリーズでは、本県離島八島で製造される個性豊かな黒糖を原料といたしまして、八島の黒糖から8種類のライムの開発を目指しました。最初に伊平屋島の黒糖を使用した伊平屋アイランドラムを2021年7月に初めてリリースいたしまして、2023年3月までに全8島をコンプリートしております。本シリーズは800本限定のシリーズとなっておりまして、ありがたいことに弊社リリース分はほぼ全て初日で完売しておりまして、第2弾を望むお声というものも多数いただいておりますが、まずは先に定番商品の開発というものを目指しました。本日リリースを迎える定番ラムは、八島の黒糖の特徴を見極め、ブレンドにより1本に仕上げるブレッドエッドアイランドシリーズとして展開いたします。ここでワンラム一貫した体制にはなりますが、この開発体制について具体的にご紹介いたします。本プロジェクトではサトウキビが育つ畑から製造研究、そしてお客様がそのラムを楽しむ提供シーンまで全てを研究対象としております。そしてそれぞれの分野に本日お越しの皆様のようなプロフェッショナルの方々のご協力を得られております。まずラムの製造研究については琉球大学の平先生と一緒に進めております。後日します廃液処理を再利用する段々仕込みなど、国産ラムとしてはおそらく初めてラムの風味向上に寄与するような画期的ともいえる研究に着手しております。またできたラムの風味については開発段階からバーテンダーの皆さんを中心にアンケート調査などを行い、完成度を高めていく一方で、実際できたラムをどのように楽しむか、例えばカクテルのレシピ開発など新しい楽しみ方についても本日お越しの皆さんを中心に進めております。こうしてできたラムをどのようにお客様へ届けていくのか、お客様が手に取りたくなるようなデザインの開発など、本プロジェクトのクリエイティブなディレクターとしてリキッド村上様に参画していただいております。本当に多くの皆様のご協力いただきながら、一歩ずつ着実に開発を進めておりまして、こうして定番商品としてザ・沖縄アイランズラムを開発することができました。本商品は離島八島の黒糖、その一つ一つに向き合ったワンラムプロジェクトだからこそできた商品であると自負しております。こちらが本商品の製造工程ですね。黒糖を溶かして発酵させて蒸留、2回繰り返して原酒をブレンドするというような流れとなっておりますが、まずラム作りのスタートは黒糖を割るという作業から始まってまいります。黒糖を一つ一つアイスピック、ハンマーなどで割ってまいりますが、1回の仕込みで最大810キロの黒糖を使用するため、なかなか重労働となっております。でこの割った黒糖をお湯に溶かして冷ました後、自社で分離開発に成功した酵母を加えて発酵させてまいります。左側が発酵状態の絵ですが、酵母の炭酸ガスで泡立ちが見られます。その後、写真のような蒸留器を使用しまして2回蒸留を行い、ラムの原酒を製造してブレンドして作っていく、そういうような流れとなっております。さて今回ですね、このザ・沖縄アイランズラムでは、いくつかの国内初のアプローチなど製造工程にさまざまな特徴、ブレイクスルーというものがございました。こちらを一つずつ詳細お伝えできればと思います。まずは原料ですね、八島ある原料の選定について、
この八島の黒糖を、全てまとめて1回で使用するっていうのが、一番シンプルで簡単な方法であるんですけれども、そうではなく毎回ですね、テイスティングによりその黒糖を3タイプに分類して、それぞれ仕込み3種類の原酒っていうものを製造しました。イメージとしてはこういう形です。こちら毎回このような形ではなくて、ある仕込みの時の一例となっておりますが、八島の黒糖をその風味の違いをテイスティングで見極めまして、ライトタイプ、ミドルタイプ、リッチタイプの3パターンに分類して、それぞれで原酒を製造しました。このできた原酒をブレンドして仕上げてまいります。続きまして、アルコール発酵の最も重要な微生物である酵母についても特徴がございます。通常ラムの製造は、国内のメーカーさんでもですね、基本的には外国産の市販されているいわゆるラム酵母と呼ばれるものを使用することが一般的です。ただし弊社はその発酵の中心である酵母についても、ラムの発酵に適した酵母そのものをですね、自社のサトウキビ畑から探し、運よく、分離に成功しましたナチュラルな自社酵母というものを使用しております。この自社酵母については琉球大学の平先生と一緒に研究を進めておりまして、比較的中長期的な発酵というものが得意で、市販されている外国産酵母と同等以上の発酵力というものを有しておりまして、すりおろしたリンゴジュースであるとかマスカットのような、マスカット、桃と言われるようなそのようなフルーティーな香味というものを醸し出す特徴がございます。そして、もう一つ、おそらく最大の特徴とも言えるのが、この、おそらく国内で初めてだろうと、確立できたダンダージ込みという、循環型の、いわゆるサステナブルな製法となっております。蒸留工程という工程ではですね、お酒になる部分以外に通常排液処理が必要になる残渣というものが出てきます。この、残渣を、ダンダーと呼ぶのですが、このダンダを排液処理工程に回さずに、次の発酵工程に再利用するダンダー仕込みっていうものを、採用することができております。こちらが、ダンダーとなっております。私本日、持ってきておりますので、後で、香りでも嗅いでみたいなという方は、一言、お声かけいただければと思います。このように、ほぼ液体なんですけれども、黒糖由来の色というものがついております。このダンダー自体は酵母が死滅してできた菌体の細胞、いわゆるアミノ酸であるとかビタミン、その他発酵によってできたさまざまな成分というものが含まれております。いわゆる栄養源とも言えるんですね。そしてこの液体を使って再び黒糖を溶かしまして再度発酵させますと、だんだんない状態、つまり水で黒糖を溶かして発酵させる状態よりも発酵力が増すという結果が得られました。また同じ黒糖、例えば1キロで同じように発酵させたときにダンダありなしでいうと、ダンダありの方が同じ黒糖の量でも風味が濃くなる、黒糖由来のフレーバーというのが強化されるという利点も得られております。さらにですね、もちろんといいますか、この排液処理にかかるコスト自体というものも低減することができまして、本当に今回のプロダクトのキーといえる技術になったかなと考えております。こちらがダンダー仕込みのイメージ図となっております。まず製造1回目、真っ青な状態の製造では水を使って黒糖を溶かしていきます。そして数日間発酵させた後、蒸留1回目の際に出てくるダンダーというものを通常は排液処理回す必要があるんですけれども、排液処理せずにですね、次の製造2回目に使ってまいります。水の代わりにダンダーを使って黒糖を溶かしていきます。このような形です。製造2回目は1回目の製造でできたダンダーを使いまして黒糖を溶かし発酵させます。すると、先ほど申し上げました通りダンダーなしの際と比較して発酵力も香味というものも上昇してまいりました。そしてまた製造2回目の蒸留ではより濃縮されたダンダー、ここでは便宜上ダンダー2と言いますがそれが出てきます。でまたこちらも活用して製造3回目に移ってまいります。このようにダンダーを何度かサイクルを回しながら原酒というものを作りまして香味や発酵のバランスを見てまいります。そして最終的に、最も濃縮されたダンダー X については、自社のサトウキビ畑栄養源として散布しまして栽培特性を見ながらこちらでアグリコールラム、農業ラム用のサトウキビというものを育ててまいります。
このように、ダンダー製法は、完全循環型の製法となっておりまして、香味向上、コストダウンにつながる、画期的ともいえるような、方法となっております。これら、原料特性、ダンダー仕込みを組み合わせてできた原酒というものを最終的にブレンドしまして、ザ・沖縄アイランズラムは出来上がります。さて、このようにして、作られる、本商品のテイストですが、30名近い方に、有識者の方にですね、アンケートを行った結果、特に、4名以上が指摘された項目としては、青リンゴ、マスカット、サトキビジュース、ココナッツ、蜂蜜といったフルーティーでトロピカルな香りに、羊羹やきな粉といった和のテイストも指摘される方もいらっしゃいました。これはおそらく黒糖という原料そのものが和菓子にもよく、使用される原料であるということから、従来ラムが持つトロピカルな要素に、黒糖を使用したことで得られたこの和のエッセンスというものが、調和したそのような、新しいラムと言えるかなと思います。ここはですね、特に、世界に向けて PR するときに通常の、ラムではなくラムにはないような和のエッセンスをまとった、真のジャパニーズラムとして PR できるのではないかなと考えているところです。一説にはですね、私もお聞きしたんですけど、島々特に八島の方々っていうのは3人にから4人に1人は農家さんであるとか、肥料をやっている方であるとか、実際工場で黒糖を作っている方であるとか、何かしら黒糖の製造に携わっていると、お聞きしました。つまりこのラムが、消費されればされるほど直接的にまず黒糖の消費というものは増えまして、微力ではございますがラムを広げ浸透させることで本県の離島振興にも、つながるのかなと考えております。また、ラムという世界中にマーケットがある、本商品を通してですね、黒糖を、その生産地域である離島八島を、発信していくことで島のことを知っていただき、実際に観光に来ていただくというようなことを目指して取り組んでまいりたいなと思います。さて、こうして、中身について、出来上がりましたが、そこで終わりではなくてですね、この中身の魅力を伝えるパッケージについては、本日お越しの、力と村上さんを中心に本当にいろんなアプローチ、いろんな角度からアプローチというものをしていただきました。後ほど村上様からも、あるかと思いますが、八島に、向き合った、全シリーズの思いというものを紡ぎながら、島々の魅力を世界に届ける、素晴らしいパッケージデザインに仕上がったかなと、個人的にも感じている次第です。また、この本商品の実際、どのように飲んで楽しんでいただくかというところにつきましても、バーテンダーの皆さんを中心に、ご協力いただきまして、さまざまな検証というものを行っております。まず本商品はですね、実際定番のラムとして十分使用できるクオリティに仕上がったというお声をたくさんいただいております。またバーで本格的に楽しむだけではなくて、シンプルに食事と一緒にソーダ割りであるとか、あと気軽にできる最近いろんなコーラっていうものも誕生しておりますが、ラムコークですねという形で、本当にバーでは本格的に楽しんで、ご自宅や、その他飲食店で気軽に楽しむというような形でも、さまざまな、ラムの、楽しみ方ができるような、そんな商品に、仕上がったかなと思います。そしたらレシピ、楽しみ方等については、バーテンダーの皆様から、後ほど、紹介していただければと思います。はい、まとめになります。本商品は本日8日に、一斉リリースいたします。最初は、購入できる店舗というものは、一部店舗になるかとは思いますが、徐々にですね、広げていければと考えている次第です。ちなみに、本日ですね、シンガポールからお越しの中澤様とマレーシアからお越しの五十嵐様のご尽力もありまして、なんと8月8日本日、この2つの国についても一斉発売という、なかなか、これまでの弊社の取り組みの中では珍しいことといいますか、本県だけではなく、日本国内だけではなく、外国でも一緒にこのラムを通して発信していける、国土の魅力を発信していけるというものもお二方のおかげで達成することができております。最初の方のターゲットといたしましては、バーやホテル、レストラン等の洋酒を扱う業務店のほか、沖縄離島が好きなお客様にも届けてまいりまして、並行してカフェ、居酒屋など専門店以外にも広げていければなと考えております。価格は税込み2920円となっておりまして、原材料は黒糖、沖縄県製造のですね、アルコール40度の内容量720ml の商品となっております。はい、駆け足となりましたが、以上となります。ご清聴ありがとうございました。続き
きましてですね、私の方から、本日お越しの、協力者のご紹介に移ってまいりたいなと思います。最初にですね、本プロジェクト、初期から、主に原料に関するサポートをしていただきました沖縄県農業協同組合様から、前田理事長、よろしくお願いいたします。はい、JOKの前田でございます。本日ですね、新しいラブシム商品が発売されるということで、玉名原代表と一緒に水戸酒造の皆様、そして関係者の皆様にですね、心よりお祝いを申し上げるとともにですね、心よりお礼を申し上げたいと思います。と言いますのも、皆様ご存知の通りでございますけれども、今年は再三ございましたが、沖縄に黒糖の製造方法が伝わりまして400周年という節目の年でございます。沖縄にはですね、黒糖を製造する工場が先ほどありましたけれども8工場ございまして、すべて小さな離島にございます。そのうち5つの島で私ども黒糖工場を運営させていただいているところでございます。その原料でありますサトウキビですけれども、沖縄全体の生産量の約8割を離島で生産をしております。まあ、そういうことからいたしますと、離島にとってこのサトウキビということは、生活を維持していくためになくてはならない産業ということになりまして、私どもも組織を挙げて、運営をしているところでございます。まあ、そういう中でございますけれども、最近は、まあ、内外の情勢で資材価格が高騰したり、エネルギーが高騰したり、また、まあ、台風もございましたが、異常気象でですね、気象災害が起きたり、こういうことで、またコロナによって観光客が少なくなって黒糖を利用している製品の売り上げが減少するというような状況に見舞われました。こういう課題をたくさん抱えておる黒糖でございますけれども、先ほども申し上げました通り、私ども JA 沖縄は組織を挙げてですね、この課題解決のために取り組んでいるところでございます。まあ、このような状況の中で今回発売される新商品でありますけれども、県内8つの島の黒糖を原料として作られたラム酒、それをブレンドしていると、8つのラム酒をブレンドしているというふうにお聞きをしております。まあ、その商品に当然私どもの、8島のうちの5つの島で黒糖を作っている私どもの工場から産出される黒糖を使っていただいているということで、大変誇りを感じているところでございます。改めてお礼を申し上げたいと思います。今後関係者の皆様がですね、取り組まれるこのワンラムプロジェクト、これが内外でですね、さらに大きく展開し、また海外でも大きく、先ほどご紹介ありましたけれども、海外でも同時発売ということで、今後の展開非常に期待されるところでありまして、この黒糖ラム酒が沖縄の青森と並ぶ大きな、著名なお酒に発展することを記念申し上げまして、私の挨拶とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、沖縄県黒田東京国名さんに、石原専務理事、よろしくお願いいたします。沖縄県黒田東京国名の酒屋でございます。主催者の水戸酒造株式会社をはじめ、本日ご参集の皆様におかれましては、沖縄黒糖をご愛顧いただきまして感謝申し上げます。本当にありがとうございます。皆さんご承知の通り、沖縄黒糖は北は伊平島、南は波照間島、与那国島、8つの島々で約年ほど生産をされておりまして、サトウキビの生産と黒糖製造は、地域住民の生活と地域産業のなくてはならない産業となっております。改めて当組合としても、各島々の工場とともに、今後ともですね、高品質な沖縄黒糖の製造に日々心がけてまいりますので、関係者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。先ほど伺いましたように、今年は沖縄に、製糖法が伝わって400年となります。このような節目の年に、
水戸市長株式、水戸市長様におかれましては沖縄黒糖を利用した、沖縄ラブ賞を開催されまして、日本に、そして世界に向けて邁進されますことは非常に嬉しい限りでございます。本日の発表会があったりおめでとうございます。当組合としても県内、国内、そして海外の皆様に沖縄黒糖の魅力を積極的に伝えまして地域の皆様とともに世界に誇れる黒糖文化というものをですね創造してまいる所存でございます。どうか皆様よろしくお願いいたします。以上でございます。佐々木先生ありがとうございました。続きまして、共同研究を行っていただいております琉球大学平教授よりよろしくお願いいたします。琉球大学、農学部応用微生物学研究室の平と申します。そうですね、たくさん言いたいことがあるんですけど多分時間があれなのでそうですね、このワンランプロジェクトが始まる前に中田さんとこう一緒に話す機会があって、平先生ぜひこの、ホワイトスピリッツこのブラウンスピリッツは皆さんウイスキーとかブランデーとかいった茶色じゃないんですけども、アーモリアこのなのではこのホワイトスピリッツと呼んでいます、ホワイトスピリッツで、世界と勝負したいんだということをお聞きをして本当にって私最初思ったんですけれどもそれが今日実現してるなというふうにそう感じています。この開発研究の中ではこのワンダムイーストというところでそれからこの、今回のダンダー事故っていうところですごくオリジナリティがあって、それが私自身も反映されていてお酒って例えば原料のとまず発酵でそれからやっぱり蒸留酒ってブレンド技術はとても大きなところになっていると思います。で、それがこの、八島黒糖、それからダンダー仕込みを含めて、精密にブレンドをして、すごく美味しい味になっています。皆さんぜひご賞味いただき、沖縄県内はもとより、国内国外に、一緒に広めていただければと思います。本日はおめでとうございます。平先生ありがとうございました。続きまして、本プロジェクトの、クリエイティブディレクターを務めていただいております、ディギト村上代表よろしくお願いいたします。ディギト村上です。よろしくお願いします。私からはちょっとデザインについてちょっとだけお話ししようかなと思います。今回ですねブレンデッドアイランドシリーズっていうシリーズとしては第1弾ではですねもうお話にあった通り一つ一つのこの8頭の北東の個性を見極めながらそれに対してなるこの個性を引き出す技術っていうのをこう中田さん含めみずほチームが駆使してダムを仕上げてたっていう背景があってで今回のブレンデッドに至るわけなんですけども、ちょっとそれをちゃんとこうデザイン上でこう表現した方がいいだろうなっていうのがあったもので、シングルシリーズではですねそれぞれの島の、個性を引き出すっていうところではデザインもそうあるべきじゃないかっていうなので島ごとに象徴するこのイラストっていうのを実際に地元の方とかにヒアリングしながらそれをこうイラストにしてラベルに配していったんですけども、今回のブレンデッドで、どういうことをやってるかっていうとこの一島ごとのイラストの背景にあるこの色ですね。この色自体も我々にとってはこの島の色なんじゃないかっていうことでこの体型色を使って、この、真ん中にあるグラフィックを作っています。でそのグラフィックの作り方も実際にその8頭の黒糖がこう織りなしてる感じですね。それでこうラムが生まれてるようなこのグラフィックにしてるんですけど なんとなくですけどなんかちょっとこう海があって島があって空があってみたいなのがちょっと雰囲気 のグラフィックに最終的にしています。
あとですね、まあ、ちょっとデザイン上ではちょっとそういう感じなんですけど、実はちょっと中里さんが触れていないところでは、あの商品名の話、あの商品名もですね、何回もやっぱりちょっとこう、まあ、ディスカッションを重ねてあの決めていったんですけども、あのやっぱりこう何て言うんでしょう、あのこの全体をあの、まあ、ブランディング視点でも言っても、なかなかこう沖縄生まれの商品で沖縄ってこう使うのってな、まあ、あれ勇気がいると言いますか、あのなかなかじゃやっぱり使いづらいワードではあったんですけども、まあ、あのワンラムチームから、特に中里さんから、まあ、ちょっと世界を意識した今回はラムなんだということで、そう、まあ、そうした時にはやっぱり他国である名前じゃダメだと思うんですよね。そうした時にやっぱり一番はやっぱりあの産地の名前を使うのっていうのがやっぱり一番の差別化になるだろうと。なのでそこであの、まあ、もう勇気を持って沖縄、あとは、まあ、沖縄の島々 の黒糖を使ったラムっていうこともあったので、沖縄アイランズラムっていう、ザも欲しいねって言ってザも最後つけてっていう感じですね。なので、まあ、こういう名前になりました。まあ、ちょっとそれが まあ、ある意味この名前自体にもちょっとこう意識がこうちゃんとこう宿った名前になったのかなというところで、ちゃんと世界、まあ、あの中澤さんのシンガポールに始まり、世界に羽ばたいていけたらなという思いも込めて、中部さんありがとうございました。続きまして、シンデレラキャピタル代表、中澤様よりよろしくお願いいたします。シンガポールから来ました中澤と申します。シンガポールでは主に飲食店を経営しておりまして、今13店舗やっております。それぞれ専門性を生かした専門店というものを出しているんですけれども、そのうちうちの中でも比較的有名なのが日本酒バー2つあるんですけれども、アポロとモボモが手前味噌ながら、おそらくシンガポールで一番有名な日本酒バーの一つであろうとは思っております。で、今回このラムをすでにシンガポールの方に日本、沖縄とシンガポールで試飲はしていただいておりまして、今のところ試飲していただいた方々に非常に評価いただいておりまして、食中酒としてもいけるだろうというふうに判断はしております。で、目標としては中里さんが忙しすぎてひいひい言うぐらい売ってしまいたいというふうに思っておりまして、ライバルは日本の売り上げを、シンガポール、マレーシアも一緒に横にいる五十嵐と実は経営してるんですけれども、シンガポールとマレーシア、協力して日本の売り上げを、このラムで超えようというのが一つの目標であります。で、売り方なんですけれども、このラムの出来が非常にいいと、私は感じておりますので、しばらくはうちの店の中のその日本酒バー、そのモボモガとアポロンという2店舗に絞って、他にも出さず、で他にも下ろさずで、ちょっとそこでしか飲めないよということで、ちょっとじらすという作戦をしていきたいなと思っています。やっぱりシンガポールでもいきなりこう日本酒とかをポンとこうオンラインに載せてしまうとかで、スーパーに置いてしまうということで陳腐化して売れなくなってしまうというケースが多々見られます。非常に売れたクラフトビールとかもあったんですけれども、やっぱりそういうスーパーに置いた瞬間に陳腐化してしまって売り上げが下がったっていうケースもあるので、ちょっと1年ぐらいかけて大事に育てていきたいなというのが今のところのシンガポールにおける私の考えであります。で、そこでシンガポールというものでブランディングをしながら、シンガポールで売れるとやっぱりマレーシアでも売りやすくなるっていうこともあるので、飲食店の立場としてちょっとワンラムをブランディングしながら、マレーシアは飲食店ではなくて主にアルコールとお米の卸をしているんですけども、五十嵐にバトンタッチしてマレーシアで連携して拡大していきたいというふうに考えています。以上です。中澤様ありがとうございました。続きまして、マレーシアよりお越しの TMI トレーディング代表取締役社長、五十嵐様よりよろしくお願いいたします。ただいまご紹介を賜りました代表取締役の
五十嵐と申します。本日はこのような説明をお招きいただきましてありがとうございます。台風がすごかったですが、なんとかマレーシアから参りましたのでよかったなと思っております。この沖縄アイランドランドに関してなんですが、マレーシア、シンガポール、また日本を同時発売ができるように、日程を組んでいただいた高田さんにもすごく感謝をいたします。販売の方法といたしまして、先ほど中村の方が申し上げた通り、いろいろな手法があると思うんですが、当社は基本的にはマレーシアの有名なバーであったり、日本食以外のベストなフードの部分でも販売ができればと思っております。日々精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。ではこれで失礼します。五十嵐様ありがとうございます。ちなみに五十嵐様本日が、誕生日となっております。本日は同じ誕生日を頑張っていきます。はい、続きまして、主に、風味やカクテル研究、そして県外のですね、アンバサダーをしていただいております合同会社一回君の、野村ソラン様より、よろしくお願いいたします。はじめまして、合同会社一回君、野村ソランと申します。ですね、僕はですね、この、ワンラムというプロジェクトの、一番最初から、参加させていただきまして、やっとですね8つが終わり、ブレンデッドが作れたというところが一番僕の中では、感慨深いところではあります。やっぱりこのブランドができたのはやっぱり長澤君のこの、研究熱心な、ところと、あと社長のこの一挙一投足というか、素晴らしい、なんすかね、判断力というか、そこで多分できた、プロダクトだと思いますし、これをやっぱこれからですね世界に向けて、発信できるように僕らがちゃんとサポートできるようにしたいと思っております。本日はおめでとうございます。以上となります。ありがとうございます。ちなみに8島から8種類のラムを作ると、提言されたのは、野村ソランさんのおかげでして、会食中に、8種類8島あるんだったら8種類出しなよっていう、その一言から始まったプロジェクトでもあります。本当に感慨深いものがあります。ソランさんありがとうございました。続きまして、開発サポート、カクテルの研究、同じく県内のですね、アンバサダーしていただいておりますバーテンダーチーム、チームハローの皆様、本日はですね、3名、お越しいただいております。はじめに、北谷町にありますバーバラガの津田様より、よろしくお願いいたします。はい、バラガの津田です。もうだいぶ喋ることもないですけど、我々は実際この製品を使って、じゃあどういうカクテルが作れるかっていう、そういう開発を、できるブレンドの前から、ディスカッションしながら作っていくんですけども、そうですね、この後6時からパーティーで、実際私が開発した2つのカクテルを提供します。一つはラムパンチ、スイカを使ったラムパンチですね。でもう一つが、マイタイのアレンジ版を提供しますので、ぜひどういうふうな味わいになるのかというのは楽しみにしてみてください。でその前にですね、実際この7月ですね、台風の前にですね、ちょっとフライングのパーティーをしまパーティーというか、イベントをしまして、その時に提供したのがカイピリーニャを、黒糖で作る、この黒糖の風味を生かした琉球カイピリーニャというのを作りました。味わいの中にミルキーな味わいというのがあるので、実際黒糖のミルクに溶かし込んでそれをクリアファイして、それで黒糖とシークワーサーで作るというカクテルを作りましたので、これもまたチャンスがあれば、限定的ではありますけれども当店で提供してますので、ぜひ味わいに来てください。津田さんありがとうございました。続きまして、那須州にあります、バーバーセの岸本様よりよろしくお願いいたします。バーバーセの岸本です。よろしくお願いします。沖縄アイランドラムの組んでしたアンサーなんですが、フルーティーでトロピカルな香りと飲み口で後味は黒糖の香ばしさがしっかり感じられるバランス良いラムだと思います。ライムやシーカーサーを使ったタイキビアモヒーとソーダ割りが相性よく美味しい。
美味しいと思います、他には牛乳割りがおすすめで、ただ牛乳で割るだけでもいいのですが、お好きなリキュールを少し足しますと甘さとフレーバーが加わって楽しめます。ストロベリー、メロン、ココナッツなどフルーツのリキュールやトロピカルなリキュールが入りました。個人的にはミントリキュールを少し加えると美味しくいただけました。以上です。岸本さん、ありがとうございました。続きまして、サニーズバーのテレ屋様よりよろしくお願いいたします。ですね、こちらのランドラムのサンプルをもらった際にダイキリを作ってみました。ダイキリというカクテルは、ラム酒の方とライムジュースを使ったカクテルですね。で、こうやって多分バーに行けば大体のバーではよく飲めるカクテルだと思うんですけど、それを作った際にやっぱ黒糖の香りとサトウキビの香りっていうのがもうラムの中から表現されていて、既存のラムの中ではなかなか出てこない感じの味わいと香りだなと思いました。このラムの香りっていうのがやっぱりちょっと、まずこの黒糖のプロジェクト、ワナムのプロジェクトに参画させていただく際に、黒糖の香りっていうのと、あとサトウキビの香りっていうのがこんなにも感じられるラムができたんだなというと感慨深いものがありました。ぜひ全世界の皆様にこのラムを楽しんでいただいて、ぜひとも沖縄に来ていただいて、また黒糖も楽しんでいただいて、沖縄を感じていただければいいかなと思って思いました。ありがとうございます。以上です。テレ屋様、ありがとうございました。最後に、SGA グループの沖縄店舗であります、バーエルレキオのマネージャー、杉浦様よりよろしくお願いいたします。沖縄県那覇市安里にあるエルレキオというカクテルのマネージャーをしています、杉浦聡です。よろしくお願いします。まずはワンランブレンドの発売、本当におめでとうございます。僕たちの会社も三沢酒造さんとコラボレーションして黒糖リキュールを今年発売させていただいたんですけど、このプロジェクトがきっかけで発売することができたので、本当に自分ごとのように嬉しく思っています。自分は個人的にアジアを中心に世界を回ることが多いんですけど、ここまで地元のテロワールとかサスティナブルに基づいたクオリティの高いランがあるのはすごく珍しいことだと思っています。とにかくクオリティが高くてカクテルのベースに合うのももちろんなんですけど、ソーダ割りで飲めるっていうかなり世界では珍しいランかなと思ってます。せっかくいい商品ができたので、ここから沖縄に住んでいる自分たちバーテンダーの仕事かなと思ってます。当店には結構世界中から有名なバー協会の関係者もいっぱい来るので、これからどんどん発信していけたらいいなと思っています。早速明日から当店でも2種類ほど新しいワンランブレンドをベースにしたカクテルをお目にするので、もしよかったらぜひ皆さん飲みに来てください。以上です。杉浦様、ありがとうございました。続いて、協力者の紹介を終わらせていただきます。なお、ちょっと会場時間の方が迫っておりますが、ご質問等ある方挙手にてよろしくお願いいたします。
ルコレート出来上がり。しかもまた各島の機関産業であるまた黒糖の製造手法もいざの技術が入ってまいりますのでまた美味しいラムができてくると思いますので今日は一日楽しんでくださいませ。よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。